はい、みーちゃんです。今日は毎年恒例の釣りを出しました。で、これで今日はチビとあと親戚の子供も一緒に来てるので、それで飾り付けをしたいと思います。あ、いいね。でも星はちょっとだ、無理無理無理。はい、飾っていって飾っていって、どんどん違うやつ、違うやつ、違うやつ飾って、違うやつ、うん、はい、飾って飾って、はい、どんどん飾っていって飾っていって飾っていって、はい、これも、うん、これって、うん、いいよいいよ、はい、頑張って頑張って。チビはちょっと顔が見えるので、ウルトラマンしてます。まあでも顔見えてるよねこっち向かんでいい。はい、飾っていって飾っていって、はい、どんどん飾って、はい、上手上手、はい、どんどん飾っていって、いいよいいよ、すごいすごい、可愛くなってきたよ。あら、てっぺんは、てっぺん、てっぺんの星はどこにあると、ここに刺そう。ちょっとちょっと持っとって、ママ見て、クモの巣、うん、はい、できました。みんなで作ったクリスマスツリー。あら、星がちょっと斜めってるね。でも綺麗、いい感じ、おお、いい感じ、はい、おお、いいね。疲れました。今からおつまみ食べて飲みたいと思います。はい、準備ができたので今日も飲みたいと思います。じゃーん、今日はね、冬物語、ファミリーマートで買ってきました。これもね、期間限定よね、もう冬だし、飲みたいと思います。はい、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うん、な、なに、飲みやすい、さらっとくる感じ、なんかビールっぽくない、なんかシュッてくる感じ。喉越し優しい感じのビールってことで、今日はファミリーマートの、まあ、みーちゃんが食べたい絶品おつまみシリーズです。今日はね、この豚の角煮、これやばいよね。家で作ったりするけど、いやー、時間かかるしね、これマジやばいもんな。あー、やばい、見て、トロトロやん、やばい、このタレとね、ご飯がめっちゃ合うよね。いただきます。うん、煮卵も食べたい。うん、おいしい、トロトロ、めっちゃ好きなんよね、これ。ファミリーマートでおつまみ買うってしたら、大概エビチリか角煮が美味しい。あとサラダで言ったら、じゃーん、明太子サラダ、まあ、基本明太子が好きなんで、なんか明太子入れてるものにちょっと惹かれちゃう。こんな感じ。でも色はね、明太子っぽくないよね。いただきます。うん、マジ美味しい。なんかよくさ、スーパーとかで明太子パスタみたいな、スパサラみたいなの、ちょっとポテトサラダバージョンみたいな感じけど、やっぱなんか普通のじゃなくて、明太子やけんがお酒に合う。うん、おいしい。結構ね、ツリーも、まあ、カットカットで短くなってますけど、あれ、電球、あのなんかこうぐるぐる巻いたやつ、あれつけるのマジ大変で、なんかもつれてるやつとかを一回ほどいて、こうずっと巻いていくけど、あれ結構大変。でも達成感あるよね、みんなしたっていう。まあね、チビも喜んでくれたのでよかったです。うん、このお母さん食堂マジやばいよね。
ぜひファミリーマート行ったら角煮とこのポテトサラダ明太のぜひ買ってみてください。本当にとろけるぐらいマジで柔らかいし、味もしっかりついてて、もうお酒のおつまみにもグッドです。でこの明太ポテトサラダは明太子入れることによって本当に濃厚だし、おつまみ全然いきますので、はい、今からみーちゃんまた飲みますので、今日もね動画最後まで見てくれてありがとう。また動画アップした時は最後まで見てね。はい、じゃあバイバーイ。